嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんなさい。ますけど、先日神戸大学のバドミントンサークル部員が合宿の旅館を破壊して炎上し、神戸大学側が謝罪会見をしました。一方、慶応大学の薬学部も2014年に学生が電車内で盗撮したり、2015年に科学研究費500万の横領が発覚しました。大学の不正は明るみになる時代ですが、バッドボーイズは今後どうなるでしょうか。まあ、一定の割合で若い子たちがやらかすっていうのは必ず発生するので、なので止めるのは不可能だと思うんですよね。なので、まあ、もうそうなったらしょうがないよねって、学校側っていうのは謝るってなるんですけど、ただ多分日本の風習で、あの、学生が何かをやらかしたからといって大学自体が謝るっていうのってアメリカとかフランスで聞いたことないんですよね。中国とかも謝るのかな。まあ、その、あの、まあ、成年、二十歳超えていたらそれは成年だよね。なので、あの、何かやらかしたとしても、それはその本人の責任だよねっていうところで、まあ、その学校なり組織がなんか、あの、組織的にやってましたっていうのであれば、それは学校悪いよねってなると思うんですけど、その本来、あの、本人の問題なのにもかかわらず、そのなんか大学が謝るっていうのがよくわかんないですよね。いじめは良くないので、いじめをした人を攻撃、わかる、再犯防止や罰を受けるべきという論理や社会的合意確認等の意味で理解可能。いじめをした人の息子を攻撃、わからん、これどういう理由で正当化できてるのかわかる人います。親なら育てた責任とかでまだわかるんですがまあ、日本の場合って、あの、その、まあ、会社もたまに謝ったりするので、いやいや、それ会社関係なくねって思うんですけど、まあ、例えば、じゃあ、その、じゃあ、その、なんか、慶応出身で、なんか、その、小学校、中学校、高校とずっと慶応で育ってきましたっていう子が悪さをして、慶応大学の時に悪さをしたとしたら、まあ、それは慶応大学のせいだよねというふうに考えるのは、まあ、なきにしもあらずであると。要は、その、慶応の名のもとになんか十何年も教育を受けてましたっていうのであれば、それ慶応大学悪いよねってなると思うんですけど、じゃあ、その、18歳まで、まあ、教育を受けてきて、18歳でも今成人ですと、日本は。で、その後大学に入って1、2年して何かやらかしたとして、大学が謝る、それ大学のせいなのっていう、なんかそこがなんで大学のせいっていうふうに考えるのかなっていうのが、なんか日本が特殊だなと思うんですけど、まあ、ついでにタイトル回収しちゃいますけど、あの、今日のタイトル回収が、あの、社会的成功者を子供扱いする庶民っていうのにしたんですけど、子どもの行為は親の責任はわかるけど、日本では子どもの行為は母親の責任なんですよね。女性側が母親だけの責任はおかしくねっていうなら分かりますが、女性が母親だから責任持ちなさいとか、女性同士で女性の責任に仕立て上げてるのがよく分からんです。前にもちらっと言ったんですけど、あの、漫画家さんがそのテレビ局と揉めて、で、脚本家がうんぬんっていうところで、まあ、あの、自殺されてしまったって話があったんですけど、で、そもそももろん、その、じゃあ、ドラマ化するときに原作に忠実にしろという契約書を作っていれば問題が起きなかったんですよ。で、なぜかそれを、その、なんか擁護する人たちが、その、漫画家がそんな契約書を作れるわけないじゃないかっていう用語があったんですけど、いやいや、あの、成人というのは自分で契約書を見て、自分で契約書に判子をして初めて仕事が成り立つんですと。で、見てませんでしたって言っても、それは見なかった側のせいになるんですよ。例えば、じゃあ、その、なんか、じゃあ、なんか、いろんな、なんか、物を買う契約とかで、なんか、あの、こう、そんなにお金かかるか分かんなかった、でも契約書にこうやって書いてありますよ、でもそんな細かい文字読んでないよって言ったとしても、それ負けるんですよ。要は、大人というのは、その契約なり何なりをした上で、その理解した上でやることになりますと。で、法律も知らなかったからで許されるのは子供までなんですよね。社会が不快な状況を解決してくれるとか、他人任せにしてるから、他人から来る圧への対処法を学べないのではないかと。ヒール履かないで首にされたら録音して労働基準監督署に駆け込んでやるぐらいの自衛、自立した人が増えると結果的にヒールの人が減って履かないのが普通になるかと。だから、例えば、じゃあ、その違法薬物ですと。で、なんか聞いたこともないような白い粉で、で、いや、こんなものが違法薬物だって知らなかったよって言ったとしても捕まるんですよ。知ってるかどうか関係ないです。大人になったらもう法律上ダメだよと書かれてることは知らなかったとしても、それは責任を負うというものなんですよ、大人は。
なので、そのなんか、どんなものが違法な薬物かっていうのは、まあ、普通の人知らないじゃないですか。今もなんか、脱法ハーブみたいなのがいろいろあるので、だってお茶かと思ったら、それ違法でしたとか、あと、まあ、小学校に、ペルーで飲まれてる、マテ茶、あ、じゃあ、ボリビアで飲まれてるマテ茶。まあ、コカインの葉っぱを使うんですけど、コカ茶か。で、コカ茶を日本に持って帰ってきて、で、そのボリビアの方ではコカ茶っていうのを飲むんだよっていうのを、その小学校の授業の時に言った先生が、それコカインの葉だから違法やないかっていうので、一応起訴猶予にはなったんだけど、学校はクビになったのかな？っていうので、現地でその飲んでるので違法だと思いませんでした。とはいえ、日本だと違法ですよってなると、それは知らなかったとしても、ちゃんと法律に書かれている以上は刑を受けますっていうものなんですよ。なので、知らなかったが許されるのは子供までなんですよね。親の言葉に逆らう覚悟がない。成人式に行っても一つも良いことがないと思い込む悲観主義。楽しいことを自分で作るのではなく、待ってたら来るという他人任せ。以上の点を変えた方が、人生はより楽しめると思うオイラです。改憲反対派ですが、自民党改憲草案に加えられている家庭はお互いに助け合わなくてはならないっていう一文についてどう思われますか。例えば経済的な事情で親の介護できなかったら非国民なんですかね。まあ多分そういう方向にしたいんじゃないですかね。その今でもさ、例えばミノモンタさんのさ息子さんもういい年だと思うんだけど、なんかやらかしたらさ、親が謝るっていうのを当たり前として日本の社会って受け入れてるじゃん。その何かあったら親にインタビューに行くみたいなのが結構当たり前で、で親が謝るっていうのも当たり前のようにあるじゃん。であんまりね、まあ僕そのアメリカとかそのヨーロッパのニュースしか見てないんですけど、他の国ってそもそも親にインタビュー行かないんだよね。だって赤の他人だし、独立した人格だし。で行ったとしても結構息子は悪いことをしたかもしれないけど、私は息子を信じてますみたいな、社会に対して親が謝るってないんだよね。だって親が悪いことしたわけじゃないから。だから息子が悪いことをしたと、でも私は息子を絶対守る、なぜなら息子だからみたいなので、日本人的に言うと割とそのなんだこりゃっていう胸くそ悪い結果にしかならないわけですよ。例えばその子供を殺しました、連続殺人鬼ですみたいな超悪いやつがいるとするじゃん。でそしたらさ、親も謝るべきだと思うんだけど、ただ親にインタビューに行くと、いやあいつはいいやつなんだ、うちの息子はいいやつなんだっていう、で謝りもしないみたいな結果が返ってきて、なんだそれっていうのが割とアメリカは多いです。はい。だなんだろうな、善悪をで、まあ個々の独立した人格なわけですよ、21歳超えたら。でそうすると親の責任っていうのは法的には一切ないんですよ。だってその要は完全に独立した人格だから成人として同じ一票をあげましょうってわけじゃん。だから義務と権利が大人になったら発生するわけじゃん。なのでその他の大人に何かその影響があるっていうことは、それは独立した大人ではないっていうことになるのよ。でも割とその日本ってそのどんな年でも結構親にインタビューに行くっていうのをやるんだよね。で親と責任を追及するみたいな、そういう意味でいくとまだその法治国家的なその独立した人間であるっていう価値が理解できない人が多いんじゃないかな。法律上はその個々人は親であれ子供であれ独立したことになってるんですよ、成人すると。でも法律とその国民の解釈って違ってて、日本の国民の解釈っていまだにそうこんな子に育てた親が悪いみたいな、そういう感じで理解したりするんですよね。出ました、チャンネル登録お願いします。 Whose fault? It's our fault or your fault?Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、帰ってやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか？